はい、こんにちは。中学受験さくらるチャンネルの滝川直樹です。今日は、偏差値65 A の算数。これね、面積比の問題についてやってみましょう。この中学受験さくらるチャンネルは、35年間の塾業界での、私の、塾業界での経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。よかったらチャンネル登録、または再生リストに飛んでみてください。最近授業が難しいなと思っていてもね、その授業の前に予習代わりに聞いていくだけでぐんぐんわかるようになっていくような夢のような動画に出会えるかもしれません。さあ、じゃあ早速やってみましょう。長方形 ABCD で AE 対 EB が BE 対 FC イコール3対2、そして AE と EC、BH と FD はそれぞれ平行です、ね。赤で囲った四角の面積は長方形 ABCD の何倍ですか？さあ、じゃあもう一回図に書き込みながらやっていきます。長方形 ABCD で AE 対 EB が3対2。ね、3対2。そして、BF 対 FC も3対で、そして AG と EC が平行である。そして BH と HD も平行である。あ、これ H 書いてありませんね。 HBH と FD も平行である。赤で囲ったところ、この面積、四角形は長径 ABCD の何倍なのかということですね。まず分かるところをもう少し、掴んでいくと、これ平行です。ね、で、この AB と DC も平行ですから、この AE と GC の長さは等しくなりますね。で、しかもこの残りの DG と EB も等しくなりますから、これ3対2として構いません。同じように BF とね、これ BH と FD が平行ですから、ね、これ平行四辺形になって BF と HD も同じ長さになります。3対2。で、残りこの FC と AH も2ですね。3対2ですね。ね、で、そうやって考えていくと、さあ、ダイレクトにこの平行四辺形の面積比何倍かっていうのを出すことは、まあ、ちょっと難しいです。一つずつ一つずつ出していくしかありません。さあ、まず三角形 ADF。外側の ADF は、長方形半分の5分の2ですね、これね。3たす2が5で5分の2です。ですから、こちらは三角形 ADG はね、長方形 ABCD の半分、2分の1の3たす2の5分の2。2分の1かける5分の2で5分の1ですね。ね、5分の1。ここは全体の5分の1なんだ。EBC も同じです。5分の1です。長径を2つに割って2分の1にして3対2のうちの2の方ですから5分の2かけて。したがって5分の1、5分の1ですから AECG はね、1引く5分の2の全体の5分の3倍になるんです。GCAE は全体の5分の3です。ここ5分の3。さあ、そしてその5分の3の何分の、いくつなのかっていうのなんですけれども。さあ、これまずまた分かるもので、書いていきましょう。例えば、この上底と下底、底辺の上のところのね、比を全部出していくと、ね、例えばこの三角形と、
この三角形見ると相似ですよね。相似ですから2対5の相似比です。つまりここは2対5なんです、ね、相似ですから2対5、2対5だったらこっちも2対5ですね。反対、この AB なんちゃら、ここも相似ですね。2対5の相似比です。ですから、ここも2対5です。しかもここ、それぞれ同じ長さです。さあ、問題はここですよね。さあ、こことここが何対何なのか。さあ、これどうやって見るかっていうと、この三角形とこの三角形、実はわかるんですよ。2対3だから相似比2対5、つまり2対5じゃないね、2対3ですから、こちらも2対3です。2対3です。5に当たるところが2で、ここが3。さあ、5に当たるところが2ですからね、この3に当たるものは5と合わせるとね、2対3 1.5 倍ですから、5×2/3、 1.5 倍は 7.5 になりますね。ここ 7.5 になるわけです。ここも 7.5 になるわけです。この長方形っていうか平行四辺形か。平行四辺形の上底と下底ね、台形と考えてもいい。ね、上底と下底が2対 7.5 対5対、5対 7.5 対2になってるわけです。そうするとこの平行四辺形の面積比は、平行四辺形 AECG のね、この赤い平行四辺形は、AECG×AECG× ですか。ちょっと長いですよ。2+7.5+2 対。ね。2+7.5+5+5+7.5+2。分の 7.5+7.5 なんです。これ全部足すと29分の15倍なんです。で、最後まとめますよ。長方形の5分の1、5分の1引いて5分の3、ね、長方形 ABCD× 5分の3倍 ×2 たす 7.5 たす 5 たす 5 たす 7.5 たす 2分の 7.5 たす 7.5 29分の15倍、約分すると ABCD×29分の9倍になるんです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。